千織町一丁目停留場は、高知県高知市千織町一丁目にあると査電、交通5面線の路面電車停留場。当停留場は1928年に開業が認可された。開業時は三条通り停留場と称し、1938年に千織町一丁目へ解した。千織町一丁目停留場は、5面線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられる。 ホームは2名あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように、廃されるが、互いのホームは、交差点を挟んでハス向かいに離れている。東にあるのが、五面町方面域のホーム、西にあるのが、針間や橋方面域のホーム。かつては、交差点の手前に設置されていたが、国道右折レーン設置工事に伴い2009年3月1日より、場所を入れ替える形で移設された。 ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。土佐電鉄の電車と町を愛する会、土佐電鉄が走る町根雑、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、100ページ。 ISBN4-533064116。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、39.92ページ。 ISBN 978から4から06から295161から6ありがとうございます。